海さん最高ユートピアの動かです。今日紹介するのはこちらホットトイズムービーマスターピースグリーン・ゴブリンアップグレードスーツでございます。 かなかったちょっと酒焼けで喉がやられてる気がするんですが来ましたけどもだいぶね保持しておりましたアップグレードスーツねスパイダーマン農園ホームの終盤に出てきたこのグリーンゴブリンの新しいスーツというかちょっと色々改良を加えたスーツのグリーンゴブリンがねホットトイズで来たということですよこれはねもうデフォルトでグライダーが付いてるのでかなりボリューミーな箱となっておりますでいつものようにスリーブでございますとこの辺も特に変わりはないかで表が ブリスターの状態でございますね基本セットの内容も大きく変わってない気がするんだよねなのでグライダーとかもほとんど変わってないと思うので基本はねグリーンゴブリ本体をサクッと見ていく形にはなると思いますじゃあ開けていきましょうかもうすでにね汗だくでございますよ箱がでかいのよねまあでもノーウェイホーム系のヴィランのホットトイズはこれが最後ということでございますと内容も多いですねパーツが吹っ飛びそうということでこれが グリンゴブリン本体でございますとまあなかなかの情報量が増しておりますねちょっと暗くて見えないので。 細かいとこ見ていこうはいお顔はこんな感じでございます狂気の笑顔を浮かべるノーマンオズボーンの素顔ヘッドでございますねこの辺の造形はあれなのかな普通のねグリーンゴブリンの素顔ヘッドと変わらないのかなちょっとこれは後で比較してみようかなと思いますがまあ、相変わらずの造形ですねかなりウィレム・デフォーにそっくりだね表情をしておりますいやいいですねこの狂気の顔ねめちゃくちゃ笑顔ですよこれこそグリーンゴブリンですよね造形も。 完璧でございますししし塗装に関しても問題はなしでこれがですね普通のグリーンゴブリについてきたノーマンオズボンの素顔ヘッドでございますが比較してみるとああそうだなちょっと何とも言い難いですがでも造形一緒な気がするね髪型とかも同じような感じはするで笑顔の感じも同じですし歯も一緒かないやほとんど変わりないですね特にアップグレードスーツだからといって でここのヘッドパーツの造形とかは変わりはないようですまあまあいいでしょうどっちもそっくりだからねでこのスガオヘッドはですねこの後ろのところここがねパカってね後頭部開いて見えるかな眼球稼働をさせることができます眼球稼働させるときはこの補助パーツがあるのでこれを後ろからイジイジさせることで目線を変えることが できますよとはい、こんな感じですね。ちょっとむきすぎて気持ち悪いですけども、こんな感じで表情をいじることができます。で、ボディはこのような感じで、ビリビリに破れたね、このね、パーカーの布切れがついております。これとかもそんなに違和感はないですかね。ほぼほぼイメージ通りかなと思いますし、ビリビリ具合とかも良好じゃないでしょうかね。で、このパーカーの下は、もともとのグリーンゴブリンのスーツとなっておりますが、かなりね、破損してるような感じで、 ととなっっっててておりりまますすこうやってめくくみるとよくわかりますがいや、面白いですね。この造形とかも良好ですし、それを補強してるような、このなんか金具みたいなやつもね、面白いですよね。いつの間にこんなことやったんだっていうところでありますが、この辺もよく再現しております。で、腰には、こういうポーチみたいなのついたベルトとかがついております。さっき見えましたけども、こうやって肩にもかけている感じになっておりますね。これはね、硬質パーツだったりするので、そんなに柔軟性はないと 思いいまますすが色々武装がねついておりますこのポケットの中にあれなのかなパンプキンボームとか入ってんですかねよくわかんない。腕はこのような感じでございます。同じくね、元々のグリーンゴウーリーのスーツがベースになって、新たなこういうブレードの武装とかがついております。あと細かいね、金具みたいなのも追加されておりますね。見た目かなり変わっておりますが、この辺の造形も良好です。ブレードもこんな感じでね、刃のパーツがこういう感じでついておりまして、これは外す。 ことができます。右腕についてもこんな感じでございまして左右非対称の武装になっているのもしっかり再現されておりますし、ここのねパーカーの布切れを巻いてるところも再現しております。交換用手首パーツこの開き手パーツにパンプキンボームの持ち手首パーツそれぞれ一組ずつ属。足はこのような感じになっております。はいはい意外と複雑なね見た目しているんですが、ボディと同じように破損した元々のスーツの上からいろいろ補強しているような。 武装がついております微妙に左右非対称なダメージ具合もまたいいですね。後ろから見るとこんな感じで、ボロ布のね、ところも良好じゃないでしょうかね。これもめくってみると、あ、金具みたいなのついておりますね。いや、すごい見応えがあるね、今回のグリーンゴブにはね。めちゃくちゃ情報量がありますが、その辺もよく表現されておりますと。 ってな感じで、ホットトイズのグリーンゴブリンのアップグレードスーツ、細かいところ見ていきましたと、どうですかねいや情報量が非常に増していて、よく再現しておっしゃる感じですかね。なので、見た目に関してはもう十分じゃないかなと思います。いや、かっこいいですね。いや、本当このウィレム・デフォーのさ、表情をここまでよく表現してるのは素晴らしいと思いますよ。いや、たまらんすね。ニヤニヤが止まらない。こういう顔になっちゃうよ。ま、そんな感じで、ちょっと画像範囲見て 前のね、グリーンゴブリンがね、そんな動かなかったので、今回のやつはどうでしょうかとは。首の回転、ここはボールジョイントなので、割りかし広めには動かせますかね。で、肩の可動は、まあ水平よりはちょっと下ですけども、ちょっと開くことはできますが、回転は、まあある程度動かせますね。で、肘の関節は90度ぐらい。これは割とノーマルですね。問題の腰なんですが、めっちゃギチギチ。全然動かない。前後も左右も 回転も超厳しいですねあきついこれは無理だわ。で、開脚は前後は左右である程度開きますが、やっぱり股が切れないか怖いです。膝は90度ぐらいですかね。設置性はグライダー乗せるのである程度 動かすことができるようになっておりますちょっと腰回りがなありかなもうちょっとねかがませたようなポージングとかさせるにはね腰の可動重要なんですが残念ながらそんな動かないですいやこの表情がいいですね今回のこの映画ねウィリム・デフォーのこの狂気の映画をより見せるためにマスク壊したらしいのでいやこれはいい判断だと思いますよねこの顔がねほんと終盤マジでねぶっ殺したくなるぐらいね腹立ってくるんですよね20年以上経ってもこの表情ができるウィリム・デフォーはさすが ですよハリウッドのレジェンド腕の武器であるブレードが展開した状態の刃のパーツも2本付属しておりますブレードはこんな感じで外すことができてで溝に。 このの展開した状態のブレードをはめ込むここととができますよとこういう感じですね。結構長くて鋭いので扱い注意。グリーンゴブリの武器であるパンプキンボムを付属しております。まあこれも通常版のものとね、特段変わりはない気はしております。造形も塗装も非常にね、細かく再現されておりますよ。ノーマル版は3つ付属しましたが、今回は2つだけです。パンプキンボム持たせてみました。ちっちゃいですけどね。これはもうお馴染みのポージングかなと思います。 特段変わらずねしっかりね手首にも収まってくれるのでポロリすることもないですね色移りとかしないのかなっていうところだけが気になるかなまあ普通に手首パーツもね軟質パーツなので若干 そこだけ気になるところ長時間持たせておくのは個人的にはあんまりやめた方がいいかなと思います。いや、このブレードパーツ結構ね、ポロリするんですよね。指がね、普通に当たるので、それでね、ポロンってね、ほら、簡単に取れちゃうんですよね。まあ、簡単に取れるのもいいっちゃいいんですけども、あまりにも取れやすくて、若干のストレス。ということで、ブレード展開状態でございます。まあ、結構細いので、意外とあんま目立ってないんですが、これもね、なかなか鋭いのでね、また破損注意ポイントかなと思います。 思います。くっついちゃってるねこれあれなのかな左右であんのかなそこのねなんか向きとかが少し気になるところではあるんですかそんなにむっちゃけつけておくこともないと思うのでで同じくねこれもねなくさないように結局箱にしまっちゃう気がするまああんまりアクションもできないからねでスパイダーマンと対決でございます劇中のクライマックスのシーンでございますねもうガチで殺しにかかってるピーターパーカーをおちょくるようにねずっとね笑顔でいるねこのグリンゴムにたまらんですね いやまさかね3作目のねメインヴィランがねこのグリーンゴブリンになるとは思いもしませんでしたからね誰も想像してなかったんじゃないでしょうかね結構ねトビマグワイやのスパイダーマンとの絡みもちょっと見たかったところではありますけどねまあ正気に戻った後にちょっと目を合わせるぐらいだったのでそこだけね残念でしたねまあまあでもねヴィランとしては本当ト強敵感あってねめちゃくちゃ最高でしたよねこちらは劇中でグリーンゴブリンが使用していたゴーグルでございますねこれ嬉しいよ外せないパーツですね しっかりねグリーンのクリアパーツ使用されておりましてここのゴムの部分は本当にゴムパーツ使われておりますなので取り付けるときもある程度引っ張ってね顔面にはめる形となりますゴーグルはこんな感じでノーマンのヘッドパーツにつけてあげますよとちょっと位置調整が難しいけどもこんな感じか つけるることででできまままししたねね良、まあ、さげじゃないいすすか、ね、雰囲気は出てるしぴったしでございます結構ゴム引っ張られるので、なんか怖いですね。経年劣化でね、ちぎれそうですね。ゴムも無限じゃないですからね。まあ、飾る時これ外しついた方がいいのかな。僕は結構好きなんですけどね、このゴーグルつけた状態ね。で、こうやってフードかぶせるとさ、いや、いいですね。不気味な感じ、グリーンゴブリンって感じですよ。やっぱり、ずっとつけていくことはおすすめしないです。付属の台座はグリーンゴブリンアップグレードスーツのイラストがね、プリントされて ものとなっておりますグリーンゴブリンのところだけちょっとねツルツルになってるのがまたいいですねでネーミングは普通のグリーンゴブリンでございますで今回びっくりしたのがこの支柱なんですがまあシンプルフレキシブルアームの支柱でございますがなんとこれだけしか付属しないということでびっくりなんですよねいつもだったら本体を支えるためのこういう感じのアームとかも付属していたりするんですがそれもないですしなんなら前の普通のアップグレードスーツじゃない普通のグリーンゴブリンに付属 してきた結構いかつめなねグライダーと本体同時に飾ることができるアームのパーツとかも付属しないめちゃくちゃシンプルなものとなっております一番不安定なね飾り方しなきゃいけないのでいつもよりも貧弱な台座でなんとか飾れるのでしょうか はい比較してみましょうこちらホットトイズムービーマスターピースグリーンゴブリンでございます元々のグリーンゴブリンですねいやー見てみるとさやっぱ全然違いますね改めてこうやって比較したことがなかったんですが面白いですね色味もね全然違うんですよちょっと近づいて見てみるとこんな感じでございますが、まあ、緑の色味も違いますし全体的な武装のねありなしがね非常にあるのでこの辺の違いもありますかねいや面白いですねベースに なってるっててるんですがここまでねアップグレードされているとね本当に違いがね出てきますねいや面白いですよまあどっちが好きかっていうとやっぱり僕は世代的にこっちの普通のグリーンゴブリンが好きなんですがこっちのやつもコミック風な感じがしてね結構好きなところではあるはいそしてまたまた登場このグライダーでございます痛いて今グレードぶっ刺さっためっちゃ痛いけどもまあこれは前紹介した普通のグリーンゴブリンのデラックス版に付属したものと とほとととんんど変わりはなななないかなと思いいじゃか思ますね、まあ、少なくとも見た目の造形とかはは変わりはないですし手に持った感じも一緒ではありますもともとクオリティが高いのでこの辺も十分再現度は高いんじゃないかなと思いますねいやでかいですねもしかしたら塗装が若干変わってるとかそういうのはあるかもしんないですがまあほとんど変わりはないですねこんな感じで左右に開くこともできるようになっておりますよマジでねブレードがね 尖ってて細いのででで破損はねねガチで注意なんですよ、ね、危なすぎるで足元のねこのねパーツとかもこんな感じでボールジョイントなので割と柔軟にいろんな方向に動かすことができます固定はこの突起をね足の裏にぶっ刺したりここのアームのところが開くのでそれで固定することになりますと細かいところは前の動画見てもらえればなと思いますがこういう感じでここが開いて LED を発光させることができます、まあ、不良品確認のためにここはちょっと 一回光らせておこうと思いますと。はい、じゃあ電池入れたのでスイッチオン。お、光ってる光ってる。おー、いいですね。同じですね。全く光り方は同じでございますが、このようにグリーンのね LED がめっちゃビカビカに光って。 くれますと、まあ肉眼だともっと緑濃いめなんですがどうしてもカメラだと若干白っぽくなりますね、まあ、この状態で飾っておきたいところではあるんですがグライダー載せた状態で飾るのって結構しんどいのでねまああんまりやらないギミックではありますとでグライダーは底のところに穴があるのでこういう感じで台座の支柱をぶっ刺すだけという感じとなっておりますいやー不安定すぎるこの上にグリーンゴブリン乗せるんでしょうここはなかなか収めるの大変ですけど グライダーが2つでございます左が通常版に付属したデラックス版のグライダーでございますがまあ一緒ですねまさかねこのでかいグライダー追いグライダーしちゃうとは思いませんでしたよさすがに2個いらんかったなやっぱデラックス版じゃなくてよかったかもしんないと今更後悔しておりますが1個ですら飾れないのでね2個ですからねどうしましょうで同じようにここが開くことできてここに パンプキンボム入れることができますし蓋を閉めることもできますよとということでグライダーにねグリーンゴブリー本体載せてみました怖いですね本当に怖いですけども意外とこの 一本だけでも支えてはおります。でも本当に怖いですね。グリーンゴブリン本体自体は結構グライダーにしっかり足裏で固定されてるので落ちることはないと思うんですが、ご、まあ、と倒れることはね、絶対あると思うので、これはなかなかのね、頼りなさですね。怖っ。これで長時間飾るのはマジでおすすめしないですね。あまり僕もさ、おすすめすることないんだけども、まあサードパーティー製のもうちょっとでかい台座使った方が絶対いいと思いますね。フィギュアを守る ダメならそんなのね言ってられないですからねゴリゴリのねまあ、台座の支柱がついてると不格好っちゃ不格好であるので見た目的には非常にいいんですが本当に怖いのでこの状態でずっとディスプレイするのマジでおすすめしない地震来たら一発アウトですでやっぱ前鏡とかやっぱきついっすねやっぱ腰の柔軟性が全然ないのでほぼ棒立ちみたいな感じでグライダー乗っちゃってるのが残念ではございますねまあこの辺はホットトイズの限界というかなんというかでございますが存在感 だけはねバッチシですからね稼働を求めるんだったらそれこそフィギュアーツとかマーベルレジェンドとか全く同じの出てるのでそっちを買うべきだなと思いますイラストでよく見るパンプキンボンブン持ったグリーンゴブリンでございますまあそれっぽいポージングもできますねいやすごい迫力あるんですよねちょやっぱりねどうしてもねカメラだとねお伝えしきれないのが残念ですがマジででかいですからねこれねよう画角に収まってるなと思いますが本当に迫力だけはとんでもないですいやこの笑顔が んすね実際グライダー乗った状態でゴーグルとフードかぶってる姿ってマジでほんの数秒とかしか出てこなかった記憶なんですがこれが一番なんかグリーンゴブリンらしくてめっちゃ好きなんですよねゴーグル外した状態で乗せるとあのピー,ーピーターピーターピーターって言いながらねグライダーに乗るグリーンゴブリンっぽいこともできますよとあれもねめちゃくちゃ名シーンですよね赤青やばこのシーン再現できるのめちゃくちゃ嬉しいまあ スーツととかは違うとは思いまままますがまあほぼそのまんまでしよういや、最高だな。これやりたかったんですよね。この顔でね。ピーターピーターピーターがね。僕一番好きなシーンかもしれないですからね。農園ホームでね。やった <laughs> まあな毎度毎度ピーターパーカーね。終盤直前くらいでボッコボコにされますからね。この農園ホームでもねしっかりボッコボコにされてね。この憎たらしい笑顔ですよ。最高です。もう絶対二度とできないと思う。この絶妙なバランスで、スパイダーマンにこのグライダーを持たせております。 マジで絶妙なバランスですね後ろの壁も支えになっておりますけどももう,もう二度とできない気がするいやこのシーンもねなんとか頑張れば再現できちゃうわけですからねこれを止めるねトビ・マグワイアのスパイダーマンが一番最後に来ることになりますので非常に楽しみですね僕は世代などで早く来てほしい てな感じで、ホットトイズムービーマスターピースグリーンゴブリンアップグレードスーツでございましたけども、いや、ボリュームに関しては予想通りであったんですよね。前のグリーンゴブリン触っていたので。で、このグリーンゴブリン本体のね、スーツのね、情報量の多さっていうのをしっかり表現してくれたのは素晴らしいかなと思います。ここはさすがホットトイズですね。布製のフードとかもしっかり被せたりするのは楽しいでございます。で、スガヘッドはね、まあちょっとここも予想通りでしたが、同じものが付属してきたので、そこはもう少しなんか 買えてもいいいもんじゃないかなかと正直思ったところではありますただこのゴーグル装着だったりっていうのもできるので遊びの幅はね全体的に広いんじゃないかなと思います向き関係はブレードとパンプキンボムなので最低限なところではありますがまあこれありゃ十分ですよねでグライダーにございますねまあこれも一緒のものだったんですがこの台座、まあ、正直不安ではあったんですが遊ぶ分にはそんなに問題はないのかなと思いましたね倒れることは1回もなかったです 撮影してる上ではただディスプレイするとなるとやっぱ話は違うのでこの1本だけで支えるっていうのはかなり危ういと思います、まあ、飾るとしたらこういう感じで並べておくっていうのもありかなと思います、まあ、僕の住宅事情的にね載せて飾るスペースもないのでねこうやって置くのがデフォかなと思いますでも本当にかっこいいねグリーンゴブリンのアップグレードスーツを立体化してくれたと思いますということで僕のチャンネルではこれ以外にもマーベルや DC の編み込みフィギュアのレビュー しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではゆとびでしたありがとうございます